次に野間健司君。はい、立憲民主党の野間健司と申します。私は地元は鹿児島県でありまして、まあ、大臣のルーツもあちらにもあるということをお聞きしておりますけれども、まあ、今全国でですね、現在、国立のハンセン病の療養所、これ13箇所ありますけれども、鹿児島県内に2箇所あります。そこの地元の皆さん、まあ、長年にわたるですね、国の強制隔離等の、まあ、差別偏見に耐えながら、まあ、一生懸命現在もこの療養所を経営をして、そこで働く方、入所者のためにまあ一生懸命頑張っておられます。ところが、まあ、現在ですね、鹿児島県の鹿屋市にも星塚敬愛園という療養所ありますけど、この現在入所者数は61名であります。そして奄美市にある奄美和光園、ここはもう11名であります。入所者の平均年齢89歳です。ですから、まあ、毎年毎年、入所な方もお亡くなりになったり、数が減っております。だん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 施設としての、まあ、機能も小さくなってきているわけですが、このやはり大勢いた時から比べるとですね、入所している方、働いている方も、まあ、このまま国としてきちっと今日までのですね、さまざまな強制隔離等の施策を経て、まあ、こう来ているわけですけれども、本当に自分たちは最後の一人まできちっと政治が、政府が、国が面倒を見てくれるのか、きちんとした暮らしが最後まで見てくれるのかということの、まあ、不安がですね、当然あるわけですね。まあ、まずもってですね、大臣からきちっと最後の一人まで、やはりこの施設におられる方の暮らしは守っていく、その施設を守っていくという決意をですね、きちっと確認をしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。武見厚生労働大臣。国立ハンセン病療養所の将来構想や永続化については、各療養所において入所者で構成される自治会や地元の自治体等の関係者が連携をして、職員の雇用なども含む施設の在り方を考えていくことが重要だと考えています。で、その上で厚生労働省としては、療養所の入所者など当事者団体の代表の方々や弁護団、それから療養所の将来構想永続化に関する意見交換会を定期的に開催をしています。で、引き続き職員の雇用なども含む施設の在り方についても、これから丁寧にこうした関係者と意見を交換をし、その議論を進めていきたいと思っております。野間健司君。まあ、その今ですね、各療養所の所在地の自治体、それから入所者の自治会や、また職員の皆さんと、まあ、そういう話し合いをしているということは当然承知しているわけですけれども、まあ、皆さんですね、非常にその不安に思っていることは、確かにそういう、まあ、協議会通して、まあ、将来こうしよう、ああしようという話はあるんですけれども、国が本当に最後まできちっと責任を持ってやってくれるのか、これは予算のことも含めてですね、そういう姿勢がちょっと見られないんじゃないかと。まあ、自治体の方に聞いてもですね、国がやってくれるというきちっとした確認が取れないので、自分たちもいろんな構想はあるけれども、そこまで踏み込んで国と自治体、施設ときちんと連携してやっていきましょうということを、まあ、責任持って言えないというのが今実態なんですね。大臣、やっぱりここはですね、国としてきちんとやりますよということを言っていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。武見厚生労働大臣。ご指摘のハンセン症の療養所に入所している入所者の方については、最後のお一人に至るまで国が責任を持って必ず対応いたします。野間健司君。委員長、ありがとうございます。まあ、ただですね、もうそれは入所者のこと方ですよね。しかしこの施設、まあ、長年にわたってさまざまな歴史が刻まれております。例えば、優生保護法でですね、こういった当時の病にかかった人たちを断所させられたり、堕胎をさせられた、まあ、そういったものの資料も残っています。また、そこからですね、逃げようとした人の
いわゆるまあなんて言うんでしょうかね、公金するような拘置所みたいな、まあ、そういった歴史的なさまざまなものがこの施設には残っています。納骨堂でありますとか火葬場でありますとか、社会交流館、仏教会館、まあ、いろんな歴史的なですね、過去の経緯が分かるものがここには残されています。まあ、こういったものもですね、やはり、入所者の方がもし全員ゼロになったとしてもですね、やっぱり歴史的な我々が学ぶ場として残していくべきだというふうに思いますけれども、まあ、これですね、ハワイ州の、にも実際そういう場が、モロカイ島というところにですね、カラウパパ半島という、まあ、そこにやはりこのハンセン病の療養所1800年代からあるんですけれども、ここもやはりもう入所者がいなくなった後をですね、どうするかということでいろんな議論がありましたけど、今アメリカ合衆国の内務省の国立公園局とですね、それからハワイ州の保健局とで、まあ、国立公園にして歴史的な国立公園にしようということで、まあ、現在そういう運営もなされているところもあります。やはりこれは永続的な我々の歴史的な一つの保存物としてですね、こういった施設を残していくということもこれ当然やっていくべきだと思いますけども、大臣の所見をいただきたいと思います。局長ですか。大坪健康生活衛生局長。お答え申し上げます。先生ご指摘のように、このハンセン病問題、これ対策協議会の中で副大臣をヘッドに議論を重ねているところでございます。でその中でこの歴史的建造物の保存、これも重要な一つご要望いただいている事項でありまして、これに向けても検討会を設置をいたしまして、これは保存対象候補となる建物の中で優先順位をつけつつ、議論をさせていただいているところでございます。しっかりここの保存に向けて努力をしてまいりたいと思っております。委員長。野間武史君。努力をしてですね、まあ、必ず残すという方向でやっていただきたいと思います。大臣からですね、きちっとやっていくというお話ありましたので、それを信じて、利用者の方も安心をして暮らしていけるということを望みたいと思います。じゃあ続きましてですね、ちょっと年収の壁の問題に移りたいと思います。まあ、お配りをさせていただいているんですけども、一つがですね、これ NHK が9月の26日にですね、首都圏ネットワークのニュースで、まあ、年収の壁ということの特集といいますか、番組をやりました。まあ、この中でですね、もちろん年収の壁は配偶者の扶養に入り、パートなどで働く人が一定の年収額を超えると扶養を外れて社会保険料の負担が生じ、手取りの収入が減るもので人手不足の原因ともなるということを指摘してですね、まあ、こういう一人の方の例を出しているんですね。山梨県のあるスーパーでパートタイムで働いている女性の方、まあ、この人がですね、年収106万、まあ、月8万8千ですね、これを超えると社会保険料の負担が多くなって大変だということで、まあ、こう言ってるんですね。今の時給で社会保険料引かれてしまうと生活が厳しくなる、年金などで返ってくると言われても正直どこまでかわからないので、月8万8000円超えないように、まあ、こういうスマホのアプリでですね、今日はどれだけ時間外働いてこう年間月8万8000円超えないようにしようと、まあ、このアプリで管理している、まあ、こういう映像も出て、でまあ、とにかくですね、この範囲内に収まるようにということで、まあ、こういうグラフまで作ってですね、みんな、これを調整して意識していると、これ以上働かないようにしているという人が、6割ぐらいいる。でももし壁がなくなれば、まあ、7割8割ぐらいの人はですね、もう壁、手取りが減らないならもっと働きたい、まあ、人手不足のこれ原因になっているというんですが、大臣、この8万8000円をですね、超えてしまうと、これ本当にダメなんですかね。保険負担が増すんでしょうか。教えてください。厚生労働大臣。委員ご指摘の通りですね、賃金月額が 8.8 万円以上などの要件を満たす短時間労働者は
健康保険や厚生年金が適用されるというふうになっております。でこの賃金の要件については雇用契約を結んだ時点における賃金月額が 8.8 万円以上かどうかによって判断されるわけであります。でそのためその後の残業などにより一時的に賃金が増えてもこれは直ちに影響することはございません。このいわゆる106万円の壁に関してはこうした考え方を正確に分かりやすく説明していくことは極めて重要でありますので引き続き周知に努めていきたいと思います。野間健君。そうなんですね。ですからこのテレビもですね非常にこれ誤解を生むんですよね。8万8000円以上働いて残業代をもらったって別にその社会保険入らなくてもいいということなんですけども、もうそういう心理的な壁が皆さん働く方の中にできてしまってですね、私も地元 の介護施設でパートで働いている方聞くと、まあとにかくもう年末はこれ今月はもうずっと仕事に行けないんだ、いやこれで大丈夫ですよ言っても、いやもうこういうふうに施設から言われてるんだという方も多いです。ですからこれもぜひですねきちっと周知していただいて、これ以上働くことはできますよということを、まあさらに周知していただきたいと思います。まあ、それともう一つですね、被扶養認定基準の130万円の壁というのがありますけれども、まあ、これ、配らせていただいたですね、年末の就業調整と云々というこの紙に、左側の方に書いてますけれども、まあ、この中にですね家族手当とか通勤手当がまあこの130万円の中に含まれるということになってるんですけれども、例えばですね、私鹿児島県はですね、まあ、ほとんど車社会です。ガソリン代が今こんな上がってますとね、通勤手当もう 1.5 倍とか2倍ぐらいになる時あるんですよね。ガソリンで上がってますから通勤手当増えるんです。そういったものでプラスされるとですね、130万超えてしまうと、こういうのというのはどうなんでしょうか。認められ130万円の中にこれね入れといてほしいんですよね。オーバーしたって言われたくないんですけど、いかがでしょうか。武見厚生労働大臣。健康保険法等におきまして主として被保険者により生計を維持するものを被扶養者としておりまして、その具体的な判断基準として年収の130万円未満等の基準を示しているところであります。で被保険者により生計を維持されているかの判断にあたっては、収入の性質にかかわらず、継続して見込まれるすべての収入を勘案することが適切であって、一部のみを特例的に除外する取り扱いについては、慎重に検討する必要があるという考え方であります。なお、130万円の壁については、年収の壁支援強化パッケージにおいて、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより収入が一時的に上がった場合でも事業主の証明により引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを設けております。で労働者が年収の壁を意識せずに働けるよう適切にこの周知をしていきたいというふうに思います。野間健君。今のですね通勤手当ね、どう考えるのかもう一度答えあれば教えてほしいんですけど、それとですねこの家族手当ですよね。子どもさんが2人3人会社から家族手当、ね、出してもらう、それで130万超えてしまった。こうなりますとね、子どもさんが、ね、これだけ少子化でいろいろ言われてるのにですよ、子どもさんが増えることによって家族手当が増えて130万超えてしまってマイナスになるんですよね。これ全然この政府の少子化のに対する対策とですね、逆行することが行われているわけです。これもですねこういう中にやっぱり入れるべきじゃないと思うんですけどね、いかがでしょうか。井原保健局長。お答えいたします。先ほど先生から冒頭ご説明ありました106万円の壁というのはまさにご本人が被保険者としてどうかということでございますので、先ほどのように残業とかじゃなくて契約時点で決めたことにしておりますが、今先生からご質問ありました130万円の問題はですね、被扶養者ということになります。被扶養者というのは誰かにその自分の生活を支えられている人だということになりますので、そうなりますと基本的には
支えられている側ということになりますから、まあ、結局その人がいくらの収入があるか、その総収入を考えるのが適切だろうということになっております。先ほど先生、家族手当とおっしゃいましたけど、扶養されている人間がまたその別の人間を扶養するって、まあ、そういう考え方に立つことは極めて、まあ、イレギュラーなことでございまして、まあ、そういう意味で130万円のルールを考えるときには、すべての収入、今後発生するすべての収入を考えると、こういう考え方に立ってございます。野間健君。まあ、その概念的なですねことは分かるんですけども、まあ、今みんなですね共働きしてますよ。それでなんかですね子供が生まれたらまたそういう罰則的なものを取られる、まあ、そう思いますよ、思うんですね、まあ、今のご説明はよく分かるんですけども、ですからこういうですねこれはきちっとやっぱり少子化の中でですねそういったことは負担がそんな増えないんだなということをやっぱり安心感をですね与えていただかないといけないと思います。まあ、これについてなかなかお答えできないと思いますけれども、もうそういった不便が現実には生じているということはお分かりをいただきたいと思います。まあ、大臣どうですか、こう、ね、こういったことをやっぱりもうちょっと検討してもらえないでしょうか。武見厚生労働大臣。ただいま保健局長の方から話を申し上げたとおり、概念的には実はちょっと矛盾する内容になってしまうというところが大変残念でありますけれども、ただ、この130万円の壁を感じるような形で、その働くことを自ら抑制されるということがないように、この一定期間、一時的にその金額が、総額が増えたとしても、それは一時的なものとして認めると。いう今の新しい支援パッケージがございますから、これを最大限生かしていただいて、その間私どもとしてはその次の大きな改革に向けての考え方を検討していきたいと思っております。野間健君。まあ、それもですね、まあ、2回限りということでありますので、なかなかこれ本当に効果的かなとは思いますけれども、まあ、いずれにしてもこの NHK でも間違えるぐらいですから、非常にこれ仕組みが複雑でですねよくわからないんですよね。ですからこれピシッと整理していただいて、あんまりその壁を感じないでですね、働けるような仕組みをもう一度今、まあ検討されているということでありますので、作っていただきたいと思います。最後の質問になりますけれども、まあ本日ですね、伊佐議員、また小川議員からも質問がありましたけれども、まあ、医薬品の問題であります。まあ、私ども地方田舎の行きますとね、なかなかこの薬局にですね、咳止めやら鎮痛剤、それから鎮痒剤、去痰剤、まあ、こういったものがですね品不足になっているのはもう現実であります。これはもうコロナの頃からですね鎮痛剤等が足りない、まあ、大都市とか大病院、まあ、そういったところはある程度潤沢にあるんでしょうけども、なかなかこれ地方に回ってきてません。いろいろ対策が打たれていると思うんですけど、本当にこれが見えないんですが、大臣どんなことを今されているんでしょうか。武見厚生労働大臣。ご指摘のですね、咳止めや痰を切る薬などの一部の対症療法薬については、これまでも主要なメーカーに対して、他の医薬品の生産ラインから緊急融通やメーカーの在庫の放出など、供給増加に向けたあらゆる手段による対応を行っていただいているところでございます。でその結果、これら社による年内の供給量は、9月末時点よりもさらに1割以上増えるという見込みになっています。でさらに昨日ですね、これらの感染症対症療法薬を製造する企業に対しまして、改めて私から直接、さらなる供給増加について呼びかけました。で今般の経済対策においては、医薬品の安定供給の確保に向けて、インフルエンザ等の感染症の拡大に伴って、供給不足が生じている咳止め等の増産要請に応じていただいた企業に対しましては、さらなる増産に向けた投資を行っていただくための支援を盛り込みました。で補正予算においても、この所要の措置を講ずることとしております。で引き続き国民に必要な医薬品を確実にお届けすることができるように、あらゆる手段を通じてそれに対処していきたいと考えています。野間健君。
まあ、本当地域の薬局はですね、手に入らないものを、じゃあこの後発薬で何とかできないでしょうか、まあ、処方されたお医者さんにですね、まあ疑義紹介というんでしょうか、お願いしてこっちに変えてくれないか、まあ、こういったこともやりながら何とか間に合わせようとしています。また先ほどの伊佐議員からもですね、コロナの時にこのカロナール大人用のやつを子ども用のがないから潰してですね、これを子ども用にということで手当てをしているということもありましたけど、まあ、こういう地域の薬剤師さんがですね、まあ、いろんなことを、まあ、お医者さんにですね、あんまりこんなこと言いたくないんですよね、これに変えてくれとか、やっぱり力関係ありますから言いたくないんだけれども言わざるを得ないような、まあ、品薄であり、薬がないという現状でこう、まあ、させられてるわけですね。ですからこういうやはり薬剤師さんにですね、あえてそういうことをさせられているということに対しても何らかですね、インセンティブといいますかね、少しでもこういった人たちを励ますための施策も必要じゃないかと思いますけど、まあ、先ほどのカロナールをですね、この、粉砕するということについては加算が昨年されたということもありますので、いかがでしょうか。井原保健局長。お答えいたします。先生ご指摘のように現在医薬品の供給が不安定な状況が続いてございます。まあ、こうした中で地域医療への貢献の観点から地域の薬局間で例えば医薬品を融通するとかですね、まあ、そうした取り組みをしていただいて、この地域の医薬品の安定供給に資する取り組みをしていただいているという場合につきましては、本年4月から地域支援体制加算という形の加算措置にさらなる加算措置を講じて評価してございます。で、今後の対応につきまして、まあ、この医薬品供給の状況、医療現場への影響などを勘案しながら、必要に応じて中医協で議論してまいりたいと考えてございます。野間武史君。その加算は4月からという行われているわけですが、いつまでで、そういって、まあ、その点数ですね、どれぐらい加算されているんでしょうか。井原保健局長。お答えいたします。本年4月からこの12月まで次元的に適用してございます。で、加算措置としましては、それぞれ の地域 の取り組みの状況によりまして、1点からまたは3点加算してございます。野間武史君。まあ、12月といいますとね、もうこれ来月で終わりでありますので、もう少しですね、やはり実態を見ていただいて、伸ばしていただくなりですね、まあ、もちろん点数ももっとプラスしていただければありがたいんですが、まあ、そういう地域の薬剤師さんたちの努力に対してですね、きちっと報いるようにやっていただきたいと思いますけど、どうですか、この機関的なものもですね、もう少し伸ばすべきじゃないかと思いますけど。井原保健局長。まあ、現在特例措置として講じたところでございます。で、今後の対応につきましては、まさにこの医薬品の供給の状況、これがどうなるか、そしてその、まあ、こうした加算措置が医療現場にどういう影響を与えているかということをよく見ながら、中医協で議論していきたいと思います。野間武史君。まあ、大臣ですね、今日もいろいろ医薬品の話が出ました。まあ、先ほど小川議員からもですね、公的なこととプライ、いわゆる民間的なことのが、まあ、これ、なんていうんでしょうかね、国策民営みたいなことの、まあ、矛盾がさまざま生じているわけでありますので、まあ、ぜひこの医薬品の供給体制についてもですね、もっと大局的なところから、根本的な改革を求めたいと思いますけれども、最後に一言お願いします。武見厚生労働大臣。やはりこの医薬品の品不足という問題は国民生活に多大な不安を与える極めて深刻な課題と受け止めておりますので、こうしたことが起きないように、もうすでにこうした現状で直ちに短期的にできる増産体制への支援と、それからさらに年を超えてさらなる増産体制を構築していくための支援と、そしてさらにはこうした業界団体の構造の在り方をさらに議論をしていくという考え方で対応していこうと考えております。野間武史君。時間が来ましたので終わります。ありがとうございました。